ホームランな道は日本の女性アイドル、歌手、タレント、女優。福島県郡山市出身。サプライズ所属。本名は川内奈美。愛称は奈美っちゃん。パチンコパチスロが大好きなアイドルタレントとして活動。野球ユニフォーム風のコスチュームがトレードマークで背番号は73。勝利の女神、縁起のいいアイドルとの異名を持つ。 モノマネタレントの堀に進められ、2013年から、マネスイングを始める。レギュラーを務める、パチンコパチスロ情報番組、パチファン、内で、初披露し、同番組内で自身が担当する、ルンルン、スロットメジャーリーグ、パチパチ、メジャーリーグの、恒例オープニングコーナーとなる。ファンの前で、初披露したランディーバース、伊集院光に称賛された、和田和弘をはじめとして、 レパートリーは30選手以上。江川すぐる本人に前世紀のライバルであった、掛布正幸のモノマネを表点してもらったこともあり、その時、江川すぐるがつけた点数は90点であった。マネスイングを始めた当初は、ホームランモノマネという名称であったが、2017年9月に埼玉西武ライオンズのイベントに出演したことをきっかけに、マネスイングに変更している。 パチンコパチスロ店へ来店した際には、希望者全員に一人一枚ずつサインとアテナを入れた、ブロマイド写真を無料でプレゼントしている。ブロマイドは全部で73種類あり定番の、ユニフォームブロマイドが23種、毎月限定のブロマイドが50種用意されている。また、写真撮影も可能で、ツーショット、または、本人のワンショットを選んで撮影することができる。 将来なりたかった職業がセーラームーンと答えるほどセーラームーンが大好きでこの業界に入るきっかけを作ったのもセーラームーンである家族の一員でもあるフレンチブルドッグは癒しの存在であり自身でもフレンチブルドッグに目がないと語るほどまたフレンチブルドッグのグッズも収集している人路、マッコリトルコリラマッコリジョッキマッコリ編注射出店 ありがとうございます。